おはこんばんちは、ケイソンです。今日はオートサロン東京に来ました。今入り口に入るとこです。人がたくさんおられますわ。見てみます。これから入場で、初日なので気合が中入ってる人ばっかり。今日が一番チケットが高いので。緊張しました。これが全体、今エレベーターに乗ってます。全部見れるかな。改造系の会社ばっかり。はい、改造すごい。こんなの見たことない。あ、ホイールですか。ホイールのメーカーさんのブースに来ました。キューブですね。桜フェアレディ Z が来ました。これ私の買うやつ古いやつ。私が買うやつは新しい方だ。こっちが私が買う方のフェアレディ Z ですね。並んで貼るんか。中を見るためにも座れるんや。今回の目玉 GTR 今日発表されました。こっちはニスモですけど、ニスモの方に人だまりが人だかりができてる。めちゃめちゃかっこいい。これがいいですね。これがなんかもうウルトラマンに出てきたやつ。おしゃれ。 GTR のエンジン。
2003年もあ、これが1位でした。さあ、見ると細いストライプはね、幾重にも入ってるんです。実は幅12ミリのですね、細系のストライプなんですが、これがよく見ないと、全身ダメ。北側のホールに来ました。めちゃ人がたくさんです。アツシさんのテスラですね。これがかっこいい。これやっぱテスラがなんか好きだな、デザインが。すごっ。私乗るならこれかな。